本日の茨城激安グルメ旅、ハニトラちゃんが訪れたのは石岡県にあるこちらむつみ、定食むつみでございます。こちらね、はい、いざ入店ということで、ノスタルジックな雰囲気が醸し出されている店内、そして1000円以下でボリューミーなメニューが楽しめるみたいですよ。あ、カツカレーがおすすめということで、カツカレーなんと730円、でけーのなんのということでね、早速いただいてみるみたいですよ。さあ、お味の方いかがでしょうかね。はい、あ、虫こいつ黙食してやがるのこいつ。はいはい、まあいいわ。じゃあ私がね、あのトラちゃんに代わってご説明させていただきたいと思いますね。あのなんかもう、あの福神漬けを、もこみちして食べると美味しいとか美味しくねえとか、でも本当にうまっぺで、マイルドなカレーに包まれて、まあいわゆるカツカレーってやつで、あ、そのチキン南蛮780円、こちらの方がですね、どっぷりとでっけえ鶏もも肉と、たっぷりの鶏タルタル、タルタルソースが、タルタルしてんじゃねえよということでね、まあ米が進むっていうわけ、何も言わねえと、あの丼飯出てくるから気をつけろっていうことでですね、そちらひたすらこちらタルタルにこちらつけて、口に運ぶという作業でございますね。はい、お味の方はいかがでしょうか。はい、黙食ということで、トラちゃん不在で私だけあのナレーションで進めさせていただきたいと思います。はい、たくあんを食って米を進める、この丼飯を倒すのが一番大変ということでね、このメニューはあの私と一緒に行ったパートナーが頼んでたメニューをあの勝手に撮影、ほんでキャベツをもこみち、キャベツもついてこのお値段ですのでね、大変お安いございます。そして醤油をもこみちして、木綿豆腐までついちゃうっていう始末ですからね。これで味噌スープまでついちゃってね、このもう見てください、このライスの量、これもう本当よ、一人じゃ大変な、あ、いい感じの画角が変わりましたね。さあ、お味の方はいかがでしょうか。はい、ということで、ね、最後まで私があのご紹介させていただきますね。もうあとはもう食べてる風景を見るだけでございますね。あ、キャベツも乗ってる、あ、キャベツ自分で乗せたスタイルですね。これが大変おいしゅうございますということでね、はい、醤油をもこみちするとね、やっぱカレーには醤油か卵、生卵をぶち込みたいというのが、ね、欲望でございます。こちら石岡のむつみ食堂、ね、1000円以下でおいしい定食が楽しめますのでね、ぜひとも行ってみてください。うまっぺ。